セキュリティアラームの設定変更および警報セットの方法についてご説明します。この動画は以下の車種を除いた各車種のセキュリティアラーム装着者を対象としています。操作方法はエクリプスクロスを例に説明しています。車種により仕様が異なる場合があります。以下の通り読み替えてご覧ください。まずはセキュリティアラームについてご説明します。セキュリティアラームは車両内への不正侵入を防止するための警報システムです。キーレスエントリーシステムの操作またはキーレスオペレーション機能で施錠すると約20秒後にシステム作動可能となります。システム作動可能状態ではセキュリティインジケーターがゆっくりと点滅し続けます。セキュリティアラームは工場出荷時には作動しないに設定されていますので、作動させるには作動するに設定を変更することが必要です。セキュリティアラームの作動設定の変更およびセット方法については該当車種の取扱説明書の手順に従って操作してください。セキュリティアラームの作動設定セットの操作についての動画も用意しておりますのでご視聴ください。セキュリティアラームの警報作動についてご説明します。セキュリティアラームシステムが作動可能状態の時にキーレスエントリーシステムの操作またはキーレスオペレーション機能で解除をせずにいずれかのドア、テールゲートまたはエンジンフードを開けると車内警報としてセキュリティインジケーターが点滅しアラームが約10秒間作動した後に車内警報として非常点滅灯が点滅し、ホーンが大きな音で約30秒間鳴ります。警報が停止した後も、警報が作動する状況が繰り返されると、車外警報が再び作動します。システム作動可能状態の時にエンジンフードを開けると車内警報は作動せず、すぐに車外警報が作動します。車内警報の時間を調節することができます。詳しくは三菱自動車販売会社にご相談ください。セキュリティアラームがシステム作動可能状態の時に不正な侵入以外でも次のいずれかの操作をすると警報が作動します。エマージェンシーキーなどのメカニカルキーで解錠してドアを開けた場合、車室内からドアロックを解錠してドアを開けた場合、セキュリティアラームの警報作動解除の方法についてご説明します。作動した警報を停止させるには、次のいずれかの操作を行います。キーレスオペレーションキーのロックまたはアンロックスイッチを押します。キーレスオペレーションキーを携帯し、ドアスイッチやテールゲートスイッチを押して、施錠または解錠します。エンジンスイッチの電源モードをオンまたは ACC にします。キーレスオペレーションキーを携帯しハンズフリー機能でエレクトリックテールゲートを操作します。車内警報中にドアまたはテールゲートを閉じても
警報作動は解除されません。電源モードをオンにした時、ブザーが4回鳴り、セキュリティインジケーターが4回点滅した時は、駐車中に警報が作動したことを示しています。盗難に遭っていないか、お車の中を確認してください。バッテリーを外して車内警報、車外警報を停止させても、バッテリーを再接続すると警報が作動します。キーの電池切れでドアの施錠、解錠や電源モードの切り替えができない場合の対処方法は、概要欄のリンクをご参照ください。操作に関する注意事項、ご不明点などにつきましては、該当年式の取扱説明書をご確認いただくか、三菱自動車販売会社にご相談ください。